本日はね、フリマでミニフィグ6体購入してきました。まあそれぞれ別の出品者から購入してきました。では早速見ていきましょう。皆さんこれ何のミニフィグか分かりますか？エピソード8のレイなんですけど、めっちゃピカピカなんですよね。関節もガッチガチに硬くて、まあ、お値段だいたい1000円前後っていう感じでしたね。まあ、かなりいい買い物でした。まあ、ルークにケイコをつけられてる時のレイになりますね。はい、続いてこちら、わかりますか？そうなんですよ。ATM6 に付属してたレイですね。まあ、置き場所がないっていうことなので、ATM6、まあ、処分してしまって持ってなかったっていうことなので、まあ、これはね、2000円ぐらいなのかな。で、新品表記で購入したんですけど、ボディにちょっと傷があるんですよね。で、関節に関してはね、もうガッチガチに硬いので、関節に関してはかなり新品なんですけど、レゴってよくあるじゃないですか。新品で購入しても、ミニフィグに深い傷があったりとか、まあ、そういうパターンだと思います。だけど、関節もマジで硬いんで、まあ、本当に新品だったのかもしれません。型番は全く同じではないんですけど、 ATM6 にもねポーっていうのがいたんですよね。 ATM6 売ってしまったっていうことなので、まあ、デザインに関してはね、ほぼ同じものをね、買い戻しました。まあ、いくらぐらいだったかな？ 1000 円ぐらいしたのかな？まあ、地味に高かったですね。で、こちらもかなり状態良くて、まあ、ほぼ新品なのかなっていう感じでした。続いてこちらなんですけど、今年の、まあ、1月か3月、まあ、どっちかに発売された新セットではあるんですけど、付属内容がね、全然よろしくなくて、まあ、2800円でね、ミニフィグルークだけで、あと ATAT とかいらないものついてたっていうことなので、まあ、今回フリマで1000円ぐらいで購入してきました。まあ、これでね、やっとね、のレイヤーとハンソロ、まずビッグ3揃えることができました。ちなみにバイザーは下に付け替えることもできますね。まあ、こうなってくるとトントンが欲しくなっちゃいますね。抱き合わせで購入したので、レゴハンソロに付属する、まあ、こちらの、まあ、名前ちょっとわからないんですけど、トルーパーも付属してました。あとこちらフォースの覚醒のカイロレンのシャトルに付属するファーストオーダーのクルーも付いてました。まあ、こちらもねかなり状態が良かったです。そして今後は海外で購入したレゴだったりミニフィグをねどんどん紹介していこうかなと思ってます。ちょっとコツをつかめば海外での買い物もね全然怖くないし、日本のフリマに比べたら余裕で安全なんですよね。っていうことなので、海外での買い物気になる方はね、チャンネル登録して続報をお待ちください。ご視聴いただきありがとうございます。